サーバント、アサシン、セミラニスだ。さて、まずは玉座を用意せよ。話はそれからだ。ないのであれば仕方ない。何時が椅子になるのよ。再臨か。サーバントの身で成長とは、我もまだ枯れておらぬ、ということか。うん。無論、我はいついかなる時も美しいがな。気に入った。大いに気に入ったぞ。引き続き、我に力をよこせ。大いに気に入ったぞ、マスター。豪奢な装いは、我も大いに好むのでな。それでは、パレードでも開くとするか。まさか、ここまで我の奥底に触れるとはな。毒殺を恐れぬのは万有か。無垢ゆえか。いずれにせよ、我の好みだ。刹那の旅路であるが、せいぜい付き合ってやろう。力が増したようだ。不要だがな。マスター、我は暇を持て余すことを好まぬ。すぐに出るがいい。主従か。何時、まさかとは思うが、我の立場が下だと思っているのか。その誤解は早いうちに是正せよ。何時が気に入らぬのならば、その命はすでにない。命があるということは、気に入らぬ行為をするなということだ。天草四郎時貞か。いや何、気にするなマスター。あれは異なる世界の現象であり出来事。我が御所を大事にしていいものではない。あの戦いは、あの思いは、そちらの世界で戦った彼女のものなのだから。最古の毒殺者とどういう縁があったか、ですか？残念ながらそれは、秘密です。ジャンヌ・ダルク。あやつの最も忌々しいところは、自分を聖女だとは欠片も思っていないところだ。どれほどの人間が、あの精神に至ることを夢見てきた。あやつには永遠にわかるまい。我を求め共に歩んだ、老いた男がいた。我を求め、その老人を殺めた男がいた。肉を求め、心を求め、奪おうとした。ならば、我が奪う側になってもおかしくあるまい。因果は応報するのだ。シェイクスピア。マスター、忠告だ。奴は絶対にやらかすぞ。今のうちに、思考を奪うか命を奪うかした方が良い。よし、我は急いで毒を用意するから、何時はあやつを捕縛しろ。あやつ、まだ夢を見ているのか。いい加減にそれは捨てるべきだというのに。決して届かぬ夢に手を伸ばす者は嫌いではないが、あやつのそれは悲しいだけだ。
きなもの？穴を掘るだろう。そしてそこに誰かを落とす。何？比喩でしかないさ。乱暴な男は好かぬ。もっとも我の前で無頼を気取って生きている者は少ないがな。永遠の生、永遠の支配、空、聖杯にかける望みなど他愛もなかろう。我の望みなど小さきものよ。何やら騒がしいようだ。鳩に調べさせるとするか。乱暴者の話をしよう。そやつがいかに我の前で死に絶えたかをな。老人の話をしよう。その男がいかに無念の死を我の前で遂げたかをな。何時も我の前に立ちふさがった者の仲間入りをしたいのか。そうではあるまい。ならばおとなしく我を受け入れろ。よし、それでこそだ。鳩になりたいと思ったことはあるか。あれはあるとも。幼き夢だがな。しまった、思わず口が滑った。今のは忘れろ、マスター。何時の前に毒の杯がある。それを飲み干せ。冗談だ。だがな、愛とはそういうものかもしれぬ。用心して生きろよ、我がマスター。